八代目市川雷蔵8月29日から1969年7月17日は、歌舞伎役者、日本の俳優。出生名は、亀崎明夫。後に本名を、竹内義雄、さらに、大田吉屋に改名した。身長170センチメートル。生後6ヶ月の時に三代目市川九段次の養子となり、15歳の時市川むしろぐらを名乗って、 歌舞伎役者として初舞台を踏む。1951年に三代目市川久司会の養子となり八代目市川来蔵を襲名。1954年に映画俳優に転身。1959年の映画炎上での演技が評価され、キネマ順法主演団優勝受賞、ブルーリボン賞主演団優勝などを受賞。1960年代には、 かつ新太郎とともに大英の二枚看板として活躍した。ファンから雷様と親しまれた。1968年6月に直腸癌を患っていることがわかり、手術を受けるが肝臓に手に翌年7月17日に死去した。その生涯で芸名や本名がたびたび変わっているため、本文中でこの人物のことを指すときは原則として雷臓で統一する。 市川雷蔵は1931年8月29日、京都府京都市中京区西木山地上宮町で誕生した。出生時の名は亀崎明夫と言った。生後6ヶ月の時に、おじで歌舞伎役者の三代目市川九段次の養子となり、本名を竹内義夫と改名した。映画評論家の田山力也によると、雷蔵が養子に出された権威は次の通りである。 雷蔵の父は母が雷蔵を妊娠中に陸軍幹部候補生として奈良に移り母は父の生家に泊まったしかし母は父の親族のいじめに遭い母は父に助けを求めたが無視されたためたまりかねて実家に戻って雷蔵を出産その時までに両親の中は決裂しており母は一人で雷蔵を育てるつもりだったが まもなく父の義兄にあたる三代目九段次が、雷蔵を養子として引き取ると申し出た。母ははじめこの申し出を断ったが、最終的に同意、雷蔵は九段次の養子となった。雷蔵自身が九段次の養子であることを知ったのは16歳の、時、実母との対面を果たしたのは30歳を過ぎてからのことだった。三代目九段次の養子となってからおよそ2年が、 過ぎた1934年、雷蔵は京都から大阪へ移った。球段次は幼少期の雷蔵に歌舞伎役者の修行をさせなかったが、1946年3年生の時に大阪府立天皇寺中学校を退学して歌舞伎役者になる道を選んだ。1、1946年11月15歳の時に大阪歌舞伎座で模様された。 東西合同を歌舞伎の中山七里の娘を花で、市川むしろぐらを二代目として名乗り初舞台を踏んだ。初舞台から二年余りが経った1949年5月には、嵐恋、い、る谷二代目、中村太郎らと共に若手による勉強会、つくし会を立ち上げ、稽古に励んだ。しかし、養父の球団次は京都市会議員の子で、歌舞伎役者に憧れて二代目。 市川左団寺に弟子入りした門邸上がりの役者だった。検問の手ではない球団次は上方歌舞伎における脇役専門の役者に過ぎず、雷蔵はその息子であることに苦しみ続けることになる。市川久司会との養子縁組が成立した日の記念写真1949年に、雷蔵が筑司会を立ち上げたのと同じ時期に、 演出家の竹地哲司は、筋の良い若手歌舞伎役者を起用して、後に、竹地歌舞伎と呼ばれるようになる正統派歌舞伎を上演するようになった。二。つくし会が竹地歌舞伎に参加したことがきっかけで雷蔵を知った。竹地は雷蔵の役者としての資質を高く評価したが、九段次のこのままでは、天問が幅を利かせる利縁では日の目を見ずに渦もれて、しまうことを案じた。 そこで、武智は、四半世紀もその名が耐えていた上方歌舞伎の大名を後、中村若衛門を継がせようと考えたが、大蔵が、利炎の検問の入れないことを嫌った三代目、中村若衛門の未亡人に断られてしまう。その後武智は、子がなかった三代目、市川久司会が大蔵を養子にしたいという意向を持っていることを知る。1950年12月、三代目、 市川久司会は、く司会に審査員として立ち会い、修善寺物語の源の寄り家を演じた雷造に高評価を与えていた。言吹会は、下手職人の息子という歌舞伎とは無縁の羊を抱えながら、苦労の末に、戦中から戦後にかけての関西歌舞伎で急成長を遂げ、この頃までには関西歌舞伎俳優協会会長の養殖を担う重鎮となっていた。 さらに七代目團十郎と九代目團十郎が、拝命に使っていた、小峠会を名席として名乗ることを許され、加えて、成田屋と,とぶきエビという、通常ならば市川宗家の者が使用する屋号と、縄文を許されてもいた。三、そこで、竹地は関係者に働きかけ、この養子縁組を取りまとめることに成功する。小峠会は内蔵に、 自身と同じような市川宗家ゆかりの由緒ある、名跡である、市川新造を継がせたいと願ったが、これには当時東京で、市川宗家の番頭角として、これを代表する立場にあった二代目、市川猿之助が、どこの馬の骨とも知れない役者に新造の名跡は、やれないとも反対。4. 交渉の結果、市川雷蔵の名跡を継ぐことで決着した。 養子縁組は1951年4月に成立。同年6月には大阪歌舞伎座で雷蔵襲名披露が行われた。なお、映画監督の池弘和夫によると三代目市川久司会について雷蔵のジップではないかという噂があったという。養子縁組を受けて雷蔵はご半生の本名大田吉也に改名した。この名前は 生命判断に凝っていた雷蔵が自ら決めたものだった。ちなみに大英京都撮影所所長だった鈴木関也によると雷蔵は周囲にも盛んに解明を進め、大英の関係者の中には雷蔵の勧めで解明した者が20から30人はいたという。後に結婚する長田雅子も元は京子という名前だったが雷蔵の勧めで雅子に解明している。映画 中心蔵で大役の浅野匠頭を演じた、雷蔵美には、上下門殿八郎の黒川八太郎4月1日公開の中心蔵より、スチル写真1951年に、ぶ恵会の養子となった、雷蔵だったが、若いうちから大役を与えないということぶ恵会の方針もあって、さして良い役は与えられず、楽屋には、大部屋が当てがわれるという扱いを受けた。そんな中、 雷蔵は1954年に大英所属の映画俳優に転身した。動機について、雷蔵自身は日和み的、試験的に映画に出てみようと思ったと述べているが、田山力也によると雷蔵は以前から自分に対する処遇に強い不満を感じていたところ、1954年に大阪歌舞伎座で催された6月大歌舞伎、高野清において、 セリフが一つもない白地の役が割り当てられたことに、憤劇し、後、ディエンと縁を切ることを、決意。かねてから雷蔵を時代劇のスターとして、売り出そうとしていた、大英の誘いに応じ、映画俳優に転身したという。なお、映画俳優転身後に、雷蔵が務めた歌舞伎は1964年1月、前年に落成したばかりの日生劇場で上演された、竹地哲次演出。 漢人町の戸賀史西門のみである。雷蔵はこの時、歌舞伎は年を取ってからでないとダメだが、映画は年を取ったらダメ。若い間、映画で火星で、年を取ったら、歌舞伎をやろうと思っているんですと語っている。映画俳優になることを決めた後、雷蔵は映画館に足しげく通って、東映の時代劇スター中村金之助の演技を研究した。 雷蔵は1954年8月25日公開の花の白個隊で映画俳優としてデビューした。検問の手ではない雷蔵の出自は、歌舞伎界では出世の妨げとなったが、関西歌舞伎の重人市川久司会の子である雷蔵は、映画界では騎手として扱われた。大英の経営陣は雷蔵を、長谷川和夫に続くスターとして売り出す意向を持っており、デビュー作の 花の白古体の後5作目の、イタコデジマヨシオ憲法、6作目の、次男棒ガラスと立て続きに主役に抜擢した。デビュー2年目の1955年、雷蔵は、新、平家物語の平野清盛役で、スターとして注目を集めるようになった。雷蔵の映画を16本監督した田中徳蔵は、当初、雷蔵の俳優としての体制は、難しいと感じていたが、新、 平家物語で印象が一変したと述べている。また、雷蔵の映画を16本監督した池広和は、それまで長谷川和夫の阿流のようなことをやっていたのが、じわじわと役者根性が出てきたと評している。映画評論家の佐藤忠夫は、新、平家物語を境に、長谷川和夫の後を追うように、もっぱらやさ男の美男の侍やヤクザを演じた。 雷蔵が通俗的なチャンバラ映画だけではなく、しばしば拡張の高い悲劇も鮮やかに演じる優れた俳優になっていったと評している。雷蔵は足腰が弱く、立ち回りの時にふらつく癖があった。元大英企画部長の土田正義によると、立ち回りに不安のある雷蔵に天下を制した青年清盛を演じさせるのは大変な冒険だったという。 雷蔵も自身の足腰の弱さを自覚しており、同志社大学図撲部へ通い思考を踏むなど様々な鍛錬を行ったが改善されず、撮影時にスタッフは足腰の弱さが画面に現れないよう配慮する必要があった。雷蔵の映画を18本監督した三住賢治によると、雷蔵は自らの肉体的な弱さに対し強い嫌悪感を持っていたが、 ある時期を境にそうした肉体的欠陥を受け入れた上で、それを乗り越えようとする姿勢を取るようになったという。新、平家物語を境に雷蔵は、年間10本以上の映画に出演し休日返上で、撮影を行う多忙な日々を送るようになった。1958年、市川昆は、炎上の主役に雷蔵を抜擢した。市川によると、はじめは、 川口博を起用しようとしたが、大英社長の永田正一に反対され、そこで直感的に雷蔵を指名したという。この役は、室温症に劣等感を持つ暗い学生像で、大英社内にはそれまで2枚目の役ばかりを演じてきた。雷蔵の起用を疑問視したり反対する意見もあったが、俳優、市川雷蔵を体制させる一つの超役代としたい。 という決意で望んだ雷蔵はこの役を講演した。市川は雷蔵の演技を100点満点つけていいと思います。もう何も言うことないですよと評した。炎上での演技はしばしば雷蔵自身の老い立ちが反映していると評される。市川今は役を通じて何か自分というものを表出しようとしている。演技を通り越した何か彼が それまで背負ってきた人には言えないような人生の何かしらの表情があったと評している。田中徳造は、雷蔵の複雑な老いたち、心の地の部分のようなものがで役と重なり合っていたと評している。池広和夫は、老いたちにまつわる人生の隠された部分、地の部分というべきものを演技に出せる雷蔵だからこそできた表現と評している。なお、大英企画部だった。 辻被災地が、雷蔵自身の老い立ちが、炎上での演技に影響しているのではないかと、問うたところ、雷蔵はこれを否定しなかった。炎上での演技は、世間でも高く評価され、キネマ淳法主演団優勝、ブルーリボン賞団優主演賞などを受賞。雷蔵は、トップスターとしての地位を確立した。1963年に始まった、眠り教師郎シリーズは、 雷蔵の晩年を代表するシリーズとなった。田中徳蔵によると、雷蔵は当初主人公、眠り京志郎を演じることに苦戦した。雷蔵自身も一作目の眠り京志郎札幌町11月2日公開について、京志郎という人物を特徴付けている、虚無的なものが全然出ていないと述べ、失敗作だったことを認めているものの、四作目の 眠り教師老女要件10月17日公開で、虚無感、ダンディズム、ニヒリズムを表現する役作りに成功した。眠り教師老シリーズにおける、雷蔵の演技について、勝慎太郎は、眠り教師老をやるときに限り、鼻の下が、ちょっと長くなるのね。悲想を出すというのかな。人間、死ぬときの顔だね。あれは、立ち回りの池広和夫は、何も言わないで。 表情もなしで、ただ歩いている姿だけで、背負っている過去みたいなものを表現したと評している。眠り教師郎多条件の監督を務めた井上明は、雷蔵以外にも眠り教師郎を演じた役者はいるが、精神性において雷蔵にはかなわなかったと述べている。雷蔵が主演したシリーズの作品数は12本に、及び雷蔵が主演した作品の中で最も多いものとなった。 池弘和夫によると、雷蔵は俳優としてキャリアを重ねるにつれ、監督として映画制作に携わることを希望するようになっていったという。池弘は雷蔵に対し、監督ではなく、プロデューサーとして、題材、脚本家、監督、出演者をすべて決める方が良いとアドバイスした。1968年1月。 雷蔵は今まで見たこともない新しい演劇をこしらいたいという決意のもと劇団テアトロカブラヤを設立しプロデューサーとしての活動を始めようとしたがその直後に病に侵され劇団が活動することはなかった。雷蔵の作品14本の脚本を担当した星川誠司によると雷蔵は星川と水見賢治に映画というのはそう長くないかもしれないなぁ。 いつか三人で芝居をやろう。新しい仕事をやってみよう。木編みの作品を現代的な目で捉えてやってみようよと語ったこともあったという。京都祇園の八坂神社境内西朗門裏にある灯籠には、雷蔵と言吹会の名が刻まれている1968年6月。雷蔵は、関の矢タっぺの撮影中に下血に見舞われ、入院した。検査の結果、 直腸がんであることが判明したが、本人には知らされなかった。8月10日に手術を受け退院したが、家族は医師から半年余りの間に再発するという宣告を受けた。雷蔵は生まれつき胃腸が弱く、1961年にも、靴掛けときじ郎の撮影後に下血に見舞われており、病院で精密検査を受けた結果、直腸に傷があるという診断を受けたことがあった。また、 1964年1月に日生劇場で肝心長を務めた際には、竹地哲二に対し、下痢に悩まされていると告白している。退院後、内蔵は眠り教師郎悪女があり、幕と一大一祭り不動2月12日公開の撮影を行ったが、体力の衰えが激しく、立ち回りの場面は吹き替えの役者が演じた。1969年2月に、 体調不良を訴え再入院。二度目の手術を受けた雷蔵は、スープも喉を通らなくなるほど衰弱していたが、アー海軍で海軍主幹の役を演じることに意欲を見せ、関係者と打ち合わせを行っていた。しかし復帰が、クランクインに間に合わず、大英は大役に二代目、中村吉右衛門を立てて撮影することを決定。そのことを新聞を読んで知って、以来、雷蔵は、 仕事の話を一切しなくなったという。7月17日、定員性肝癌のため死去。37歳坊つ。葬儀は7月23日に、大田区の池上本門寺で行われた。開名は、大運院、雷蔵方言日常古寺。墓所もかつては同時にあったが、現在は、久遠寺に移転している。死の間際、雷蔵は混濁した意識の中で、 自分の死に顔を誰にも見せないよう何度も懇願したと言われているが、妻の大田雅子はこれを否定し、雷蔵は最後まで復帰を諦めておらず、遺言は一切なかったと述べている。死後、雷蔵の顔には白布が二重に巻かれ、仮装されるまで解かれることはなかった。雅子によると、本人の痩せてしまった姿を誰にも見せたくないという意思から死に顔を見たのは、 養父の子供機会と社長の長田だけであったという。最後の出演作品となったのは、バクと一大一祭り不動2月12日公開で、当時人気を博していた、東映の人気路線を明らかに意識した作品だった。雷蔵は、鶴田浩二の2番戦住をやらすんかいと出演を渋ったが、土田正義が、次はやりたい作品に出演させると説得し、出演が決まった経緯があった。 しかし、土田は、後年に本人が乗り切れなかった作品が遺作になったことについて、後悔の念を述べている。死から2年後の1971年に、大英は倒産したが、星川誠二は、雷蔵の死は、大英の倒産を象徴する出来事だったと、解雇している。死から5年後の1974年、ファンクラブ、アキラライカイが、発足。 2019年現在も活動を続けている。大英京都撮影所で制作部長を務めた松原正樹によると、雷蔵のファン層は、その演技や人間性に惹かれたと思われるインテリの女性が多いところに特徴があり、キャーキャーと騒ぐようなタイプなど見当たらなかったという。また京都では、雷蔵の命日にあたる7月17日に行われる市川雷蔵映画祭で、 主演作品を上映することが夏の恒例行事となっている。2009年12月から2011年5月まで、雷蔵の出演作品を上映する没後40年特別企画大雷蔵祭が開催された。2000年に発表されたキネマ旬報の20世紀の映画スター男優編で日本男優の6位、同号の読者が選んだ20世紀の映画スター男優では、 第7位になった。2014年発表のキネマ旬報によるオールタイムベスト日本映画男優女優では日本男優3位となった。なお、市川雷造の名跡に関しては、11代目市川海老造が2014年9月に自身のブログにて預かっていることを示唆していることから、8代目没後に遺族から市川宗家に返上されたものとみられる。 1962年に、長田正一の幼女、雅子と結婚。三人の子供を設けている。雅子は雷蔵から、表には一切出ないようにと言われており、死後も夫について語ってほしいという依頼を、断り続けていたが、死後40年を経た2009年、文芸春秋2009年5月特別号に、改装期、夫、市川雷蔵へ40年目の恋文を発表している。 雷蔵、雷蔵を語る、巻末の年譜による、脚本家の八ヒ富士は、雷蔵の人柄について、誰に対しても、おごらず、高ぶらず、常に礼儀正しかったと評しており、その性格が、芸風にも反映されていたとしている。八ヒは、数ある、時代劇の俳優の中にも、もう彼のように、折り目の正しい、いい意味での、 本当の武士らしい武士になりきれる者は一人もいないと述べている。池広和は、雷蔵の老い立ちが役者としての雷蔵に、非常の影を落とし、その結果人生の影の部分、知の部分が出ていた。しかも単に出すのではなく噛み締めて出していたと評している。雷蔵の出演作品で最も多く監督を務めた森一世は、雷蔵は自身が抱える。 誰にも言っていない人間的な苦しみに耐え、芝居に昇華させていたと述べている。森が映画評論家の山根貞夫によるインタビューを受けた際、二人は雷蔵に爽やかな悲しさがあるという見解で一致した。山根はこの言葉の意味を悲劇を演じることが多いのですが、ただ暗く憂鬱というのではなく、どこかにスカッとした面があります。悲しみと 爽やかさの両方を備えた役者というのは、雷蔵以外にはいませんと解説している。佐藤多田は、雷蔵の演技について、時代劇、現代劇を問わず、どんなに惨めな役でも、どんなに滑稽な役でも、それを拡張高く演じることによって作品に気品を与えたと評している。評論家の河本三郎は、雷蔵の演技の良さについて、ここに言いながら、ここにいないとも言うべき、 ジョクセにあって、いつも眼差しを遠くへと向けている、透明感にあると表し、この透明感ゆえに、トリオによってはキザなセリフが、そうはならないと述べている。鈴木関也は、雷蔵と同じように、竹地歌舞伎から、映画配、2014年に映画関係者や文化人を対象にした、キネマポーのアンケートでは、好きな日本映画男優の、第3位に選ばれている。 雷蔵には普段は地味で目立たない容姿だが撮影時にメイクをすると一変するという特徴があった。多くの映画関係者がこの特徴に言及している。市川昆は雷蔵の本質は硬質かつ素朴で通常のスターが特定のキャラクターを通すのに対し持ち前の素朴さがメイキャップでどうにでも変わるところに特徴があったと評している。井上明はメイクを施すと 普段の姿とは全く違って美しく見えたと言い,い、また、え、これがというぐらいメイクでパッと変わるとも述べている。田中徳造は手応えのない恩惑さと清潔な雰囲気を持った。この人は仕事になると臨然と肩を上げて着実で重厚な、そして絢爛たる演技者に変貌した。これは素顔を知っている私には目を見開くような驚きであったと評している。 井上明によると、デビュー時に雷蔵は、勝慎太郎や花柳武士と共に、長谷川和夫からメイクの指導を受けた。他の二人は教わった通りにメイクをしていたのに対し、雷蔵だけは自己流を通す部分が多かったという。井上は、目張りや眉毛のメイクに雷蔵の独自性が現れていると分析している。さらに井上によると、雷蔵は主要なメイクを自身の手で行い、 その様子を人に見せようとはしなかったという。井上は、雷蔵にとって、メイクは役柄に没頭していくプロセスであったため、他人には見られたくなかったのだと推測している。信仰の深かったものの多くが語るところでは、メイキャップが天才的に上手で、様相でメガネをかけた地味な銀行員ンたる、普段の雷蔵とカメラの前の雷蔵とはまるで別人であったため、 私生活の雷蔵と街ですれ違っても、その質素さからスター雷蔵だと気づく者は、ファンは元より業界関係者にも、ほとんどいなかった。公職一大男の脚本を書いた、白坂義雄は、普段は、商社マンのようだが、スクリーンに登場すると、驚くべき変貌を遂げ、明るさの中に、虚無と一末の教愁を称たたえた、大しく、美しい青年スターに変貌を遂げると評している。 井上明は、雷蔵が主演した作品のポスターには、後ろ姿の雷蔵が顔だけ振り向いている構図のものが多いが、これは後ろ姿にこそ、雷蔵の持つ、虚無的な魅力が出ると、多くの監督が感じていたためだと述べている。雷蔵の狸治郎と勝ちの栗城館に、若尾文子の絹田姫12月27日公開、初春狸御邸により、スチル写真雷蔵は、 脇役専門の役者、三代目市川九段次の子で、かつては二代目、市川むしろ像と言った。勝慎太郎は、長唄三味線形、金谷勝当時の子で、かつては二代目、金谷勝丸と言った。その雷蔵と勝が大栄と専属契約を結んだのは、共に1954年で、二人は同期入社だった。同じ1931年生まれで、 歌舞伎に早々と見切りをつけて、映画という新天地を選んだ点で、この二人はよく似た境遇にあった。前述のように、大英の経営陣は雷蔵を、長谷川和夫に続くスターとして売り出す意向を持っており、スムーズに軌道に乗った。一方、田中徳造によると、デビュー当初の価値は、長谷川和夫さんの2番戦時のような白塗りの2枚目を演じていたが、 監督も配役も一流のものとは言えず、長らくヒット作に恵まれなかった。勝ちが興業収入や話題において、雷蔵をしのぐほどの活躍を見せるようになったのは、1960年代に入って主演した悪名シリーズやザ・投資シ,シリーズがヒットしてからのことであった。鈴木明星は、勝ちは70から80本取って何一つ当たらん状態が続いた後、 悪名で、ようやく使い物になったと実感している。また田中徳造によると、1960年の、知らぬ非兼業で、野心的な悪層を演じて絶賛されるまで勝ちの、出演作は客入りが悪く、映画監視からはなぜあの俳優ばかりを使うのかという、苦情が寄せられるほどだったという。1959年当時の状況について、勝値は番付が違う。雷ちゃんは、 もうすぐ、大関、横綱になるのが分かってたわけだから。俺の方は、三役になれるかなれないかというところと振り返っている。勝ちと、雷を掛け合わせて、勝ツライスと呼ばれるまでになった、大栄の二枚看板、市川雷蔵と、勝新太郎は、その容姿や芸風が大きく異なることから比較の対象とされることが多く、二人は、ライバル関係にあると一般には思われていた。 しかし、マサルちゃん、カミナリちゃんと互いを呼び合う二人の中は、関係者によると決して悪いものではなく、むしろ親しい関係にあったという。そもそも雷蔵は、勝ちの妻である、中村玉緒とは、玉緒の父が関西歌舞伎の二代目、中村元次郎という関係もあって、彼女が幼少時から信仰があった。作家の村松智美は、大きい役とは縁がなく、 文末と飲酒に縛られる歌舞伎界で、悶々とした日々を過ごした雷造と、歌舞伎界において裏方である長唄三味線の出身である勝値には、共に一種のコンプレックスが解決すべき重大な問題としてあったのであって、同じようなエネルギー源となる要因を持っていたのだと指摘している。俳優としての比較雷造は、台本が完成するまでは作品についていろと意見を言う性格で、 ご手紙なりと呼ばれた。ただし一度納得すると、不平や口を言うことはなく、撮影に入ってから意見を言うこともなかった。一方、勝ちは、台本の段階では何も言わず、撮影現場で意見をするタイプで、台本とは全く違う演技をして、スタッフを困らせることもしばしばあった。井上明によると、雷蔵は監督の演出方法に合わせて、役を演じることができた。そのため、 例えば同じ眠り教師郎でも監督が違うと匂いや味が違うのだと述べている。一方の勝ちの場合は監督が違っても座頭市だったら全部勝ちちゃんの座頭誌になると述べている。鈴木関也も同様の意見を述べている。村松と美は勝ちは何をやっても勝つ慎太郎のイメージになるタイプの俳優で長谷川和夫親方を勝ちへぞーらと共に 日本の映画スターの本流に属するのに対して、雷蔵は役柄に応じて多彩に演じ分ける、日本の映画スターの中では異色の存在であったと分析している。両者の主演作品で監督した田中徳蔵は、両者の盾を比較して、雷蔵については腰から下が決まらない点はあるが、それでも十分にリアルな立ち回りもできる人とおおむね、肯定的な評価を与えている一方で、 マサルちゃんが上手すぎるとして、勝ちに軍配を上げている。人物像の比較、池広和夫によると、勝ちは嫌いな相手に対しても、一応調子を合わせることができたが、雷蔵の場合は、嫌いな人は、徹底的に嫌うタイプで、面と向かって、顔も見たくないという態度を取ったという。池広によると、雷蔵が特に嫌ったのは、仕事がいい加減な人間だった。大英映画の多くで、 美術監督を務めた西岡義信は映画関係者との人付き合い方について価値が俳優や会社の偉いさんと飲みに行くタイプだったのに対し大蔵は裏方や弱敗者と交流するタイプだったという田中徳蔵も大蔵はスタッフの面倒見が良くしばしば自宅へ招いたり一緒に食事をするなどしていたと述べている星川誠二によると大蔵は ネオンのけばけばしい店や有名な料亭を好まず、ごく普通の料亭で格式ばらずに、真正直に映画論や人生論を戦わした。雷蔵の眠り教師老園条件と、勝ちの座頭詞二段切りを、ほぼ同時期に手掛けた撮影監督の森田藤郎は、両者の性格について、雷蔵は真面目で直線的だが、勝ちは直感的で点をあちこちに散らばめたような、 行動様式だったと述べている。これまでに確認されている雷造の出演作品は159本である。以下に年度別出演作品を示す。 1954年、1955年、1956年、1957年、1958年、1959年、1960年、1961年、1962年、1963年、1964年、1965年、1966年、1967年、1968年、1969年、リー ありがとうございます。